はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らし、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、この動画がよりたくさんの方に届きますように願っております。はい、ね、無事帰ってきて、まあ、2日目を迎えてるんですけども、ね、入院最終日、あれ金曜日やったかな、一昨日、2日前なんですけどもね、まあ、今日から数えたら2日前のことなんですけども、その日の朝6時にやった抗生剤の点滴をした時にね、この右腕のここにね、点滴の針を刺したんですけども、そのまあ6時からやり始めた点滴をね、やり始めた途端にね、なんかこうじわじわ右腕のここの筋肉がね、なんかパンパンに張ってきたんですよね。まあ、若干痛さもあるし、まあ、点滴のこの抗生剤で、ね、腕が破裂するんちゃうかなってね、こうなんかいきなり漫画みたいに筋肉ムキムキにあーってこう改造されるんちゃうかなって思うぐらいに、いやほんまにこうパンパンになっていたんですよ。でもまあね、朝6時だったからね、眠たさの方が勝ってしまってですね、まあ、そのまま寝てしまったんですけども、まあ、次目覚めた時にはね、点滴ももう外されてまして、まあ、腕の痛みも、まあ、少しはマシになってたんですけども、でもね、気になるから少しこの左手でこうキュッて触ってみたんですよね。まあ、痛みはなかったんですけども、しかしね、この触ったこの箇所ね、指がこう入ってるとこあるでしょ、その箇所がね、指の形がこうバッつい残るようにへこんでたんですよ。もう筋肉の張りがむくみに変わってたんですよね。本当にすごかったんですよ。ほんまに2センチぐらいボコってへこんでたんで、ほんまに。まあでもこれまでも体がむくんでるとお話はしてきましたけども、指で押さえてここまで 2センチもへこみが残ることは、まあ、今回が初めてでしたね。まあ、以前にお話しした太ももにね、椅子の跡形が残るとお話ししたこともありますけども、それはその僕の体重と椅子のこの椅子の硬さで生じたむくみのね、跡形の様子なんで、まあ、それと比べるとなると、まあ比べるもの同士にはならないんですけども、でも本当にその時ぐらいすごいへこみがありましたね。すごいなんかむくみがすごい成長している感じがします。せんでえのにな、そんなむくみなんかね。でもね、まあ、このむくみという症状はね、まあ、以前にもお話ししてますけども、先生に相談してもね、あーほんまやね、むくんでるね、ピューピューってこう指で押さえたりするだけでね、まあ、そんな感じで済まされるんですよ。まあ、でもそれに比べたら LTFU 外来の看護婦さんはね、まあ、筋肉量が少なくなってるから血液の循環が悪くなってむくみやすくなってるんですよっていう、こういうふうに説明してくれてね、まあ、すごいそれでこう自分の中でもこう頭の中でね、イメージしやすくて、まあ、心で感じるモヤモヤと言いますか、まあ、不安要素ですよね。その不安という感情が、まあ、少し収まってくれたのでね、まあ、助けられましたね。まあ、むくみに対してどうしていけばいいかっていう、何をすればいいのかっていうのをね、まあ、その次のステップが想像できたので良かったです。まあ、っていうのをね、まあ、過去の外来で経験してますので、むくみに関して恐れることはなくなりましたね。まあ先生もね、まあ、先生の考え方から外れた、まあ、予想外のむくみであれば何か対応してくれたと思いますけどもね。
まあ、あの明日月曜日なんですけど、もともと予約してた通院の日なんでね、もう一回聞いてみます、ね、しかし土曜日の朝に退院してきて、また月曜日の朝に、ね、外来で通院するっていう、まあ、ハードなスケジュールなんですけども、ね、まあ僕の様子では何やろね、このむくみで済まされると思いますんで、まあそんな感じで挑んできます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がね、いいと思ってもらったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、この動画がよりたくさんの方に届きますように願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。